あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけで、あんたは桑名と共感し御子柴を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた。どうなんですか、江原さん。沢先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか。そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。え？彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。それは裁判中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか。例えば敏郎君の日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです。あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその清涼高校であいつは。だからあんたは御子柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも御子柴のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が
加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ、法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい？法で裁けない者を見過ごすのは、法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中には、やはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか？復讐という選択をするしないに関わらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全だ。違うか？違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに三越芝博は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために三越芝がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった？私がやるしかなかったんだ。矢上さん、今の初めて三越芝殺しを認めましたね、江原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮ゆいには桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ？いやあんたに教える義理はないよ、江原さん。このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越芝を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか？三越芝を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。敏郎君の件をなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、矢上さん。検察が三越芝殺しで私を調べるなら、まず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越芝殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。
あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。ん？けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか、沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知ってる。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。神室町の半グレって RK か？ああ、ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？分かるわけがない。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか？何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように神輿場以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか？彼女は法廷で嘘の証言をした。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の神輿場を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮結衣への痴漢について、江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。わかった、好きにしたらいい。ただし。何です？私は法廷で神輿場殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沙和先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも神輿場じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。矢上さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ。